にですす2020 2年のの6月の2日になっております昨日ね深夜ですけどねえー、っと9回目ハロドリの放送がありまして、えー、っとそちらの解説動画なんていうのを上げていきたいと思ってます。くにチャンネルいつも通りですけれどももちろん解説いろんなものを知れる感じなんですけども自分なりの思いとか社会情勢とかあ付け加えながら。 展開しししてていいくそんんな感じで楽しんで楽もらえるように進行したいと思ってますぜひチャンネル登録の方はお願いいただけますとご協力いただけますとねちょっと数を伸ばしていきリアクションを増やしていきそして何と言うんですかここのやり取りというところも面白おかしく。 おかしくする必要はないですけどね面白く楽しく人生豊かにしていくみたいなお付き合いができればと思ってますぜひご協力お願いしますでは早速いきましょうか6月の1日深夜放送のハラドリ9回目えっ、ー、と今回はざっくりなんですけど何ですか大えー、と先輩メンバーから研修生時代の秘話もみたいな触れ込みでスタートします 流れ全体的におすす,めおすすめじゃないや。紹介しますと、うんまあ、研修生のメンバー、どんなこと言ってたかっていうのをいつも通り届けて、えー、あと、応じ、応じして、研修生を応じっていつも言っちゃうんだね。えっ、ー、と、現役メンバー、えーと、この2人がどんな感じで、えー、対応、話をしていたか、アドバイスですね、していたかというところと、あと最後、動画ですよ。曲に合わせて歌って踊る。まあ、歌っちゃいないけど。 踊る動画そこに僕自身がどんなことを思ったかみたいなことを深掘り解説なんていうような感じの大きく3つのワードでいきたいと思っていますじゃあまあ番組の進行に沿ってみたいな感じになるんで最初どんな感じだったか説明してきますね。えー、米村ちららちゃんちょっとだけ得意な似顔絵松原ゆりやを描いております。 バックの時計の気になったとこねバックの時計が4時40分あたりを入っているんだと思うんですけどあれぼかしてる意味がちょっとよく分かんないんですけどキャラクターなんですかねで隣のバンビーが OK みたいなのでまあ結構判県的にやばいやつなのかなとか、まあ、そんなとこ気になっちゃう変な感じだったっすけど <laughs>、ね、で似顔絵自体は本人採点63点ということなんでまあそうなんでしょう。 まあ僕ももちろん見てますけど似てる似てないとかいうのが難しいそんな感じでした、ね、じゃあ続いていきましょうそんな松原ゆりやちゃんが続きますえっ、ー、とこれブレまくってましたねここは注目ポイント今回ここかもしれないですね僕2つあると思うんですけどその注目ポイントのうちの1つかもしれないですで、えー、私はお笑いが大好きでバンビーノさんやヘンダーソンさんのネタを披露したことがある もうね、これ何ていうんですかコレクションだと言ってるのにこういう回答ですよ、ね。で「今は野田クリスタルさんが好きで r 1グランプリで優勝した」あー「私は正午の時にザ・ w に出てフリップ芸をした1回戦敗退だったがいつか r 1グランプリに出て野田クリスタルさんみたいになりたい」ねえもうおいおいってい話ですよね。 しょうがない続いてますそれで新ギャグを披露ということで「ご報告です私結婚します」「冗談冗談アピールビー」みたいなこと言ってました「僕これ全然意味分かってないです」ねでという、まあ、こ,れこれギャグだと言ってるんですねこれ披露していただいて「ひなフェス」の楽屋でジュースジュースの金沢智子に見せたら受けたとのことでした。 ね、これ趣旨確認しましょう、えっと、今回の話、えっと、研修生自慢のコレクションを大公開、ね、うんどうしたんでしょうねそういう感じでした、ね、興味が尽きないということでございましょう ユリアはこんな感じでございまして、えー、続いて斎藤まどか行きましょう、えー、と書道が特技字、えー、が上手になったのが良かったのと気持ちが清らかになるのが良かったということですねで書道純7段ということで僕書道界のことそんなに知らないんでこの純7段がどれぐらいの権威を指しているのかちょっと分かんないんですけどまあ言うぐらいだからそれなりなんでしょうで「無病息災」と書いておりましたねで「今の私の願い」ということで ね、このコロナショックに対しての思い願いそういう風な感じなんでしょうね伝わってくるものもある気がしましたで僕どこ見たかというと T シャツが可愛くてフランス語でクジュドンって書いいるんんでですすよで与えるみたなな意味なんですけどねでこういうところをそらく無病息災からつなげてることはないかもしれないですけどそんな風な感じだとしたらイマジネーション抑えてるななんて思ったので一応突っ込んでおくという感じですね。 で、えー、と書道はもっともっと磨きたいということでした頑張ってほしいなと思いましたただしこれコレクションって何なのかなとかいろいろ思いながらまあでも特技ということでそれもコレクションなんでしょう知的財産みたいなねそういうことでしょうじゃあ続いていきましょう清の桃姫はここへ登場しますで研修生時代どんなことがまあ重要だったかみたいな話なんでしょうね 一番大事な基礎を研修生時代に学べた。研修生の時自分らしさを出すことができなかった美容になってからちょっとずつ出せるようになりお家では着替えが遅かったので着替えの練習をたくさんしていたということです、ね、ちょっとやっぱり桃姫天才肌なんでしょうね我々が見ている聞いている感じている感覚とは全然違うところを気にしてたということがあ今回ので分かりました、ね、そういうことですね でこのあと2015年の研修生実力診断の「桃姫」の歌唱少しずつですけど流れます、えーとつ「冷たい風と片思い」この時でベストパフォーマンス賞受賞シーンも流れましたあともう一つは2017年の「ミスタームンライトでデビュー決定シーンも同時に流れるというそういう感じだったっすね、うん、なんか懐かしいっすよで今でも桃姫幼いけど十分いや当たり前だけどね5年前十分幼く見えるというでも技術う 当時の研修生今の研修生とか見て、えー、比べてももう若いのに突出というのは桃姫十分あったってことを思い出しそして思い返す会でした、ね、で本人は研修生のみんなにアドバイスがあって自分でいろいろ試すべきだと例えば先輩のパフォーマンスをまねてみるであったり自分の悪い癖を見つけるであったりそうすると良いパフォーマンスにつながるよっていうそういう意味合いでしたね、まあ、整理されててさすがと思いました、まあ、桃姫は 十分でしょうもう憧れてもここにならないって研修生思っちゃってると思いますね。どうしてかというと年齢がほぼほぼ下手したら年下でもも姫いるわけですからね。もうあのすごいのすごいのを解出してるもしくは元々もともともも姫ですごかったのかなとかいろんなこと思いました。じゃあ続いていきましょう。現役の研修生に行きます。久保田々美ここも注目でした。今日はもう一つの注目は久保田七海だったということをお付け加えておきましょう。 でどうしてかというと「こだわりのコレクション洋服」というふうに出していたんですねでおしゃれが大好き写真も動画も漏れてる感が出ていましたねで、これは良い意味で使っていけるテクニックだと思ったんですよやっぱり森画像今重要ですよねインスタ映えとか言ったり、うんまあ、動画でもそうだと思うんですよそういう SNS プラスアルファで出していくシーンっていうんですかねそこに探求している感じ印象を受けましたね でこのポジションがかなり本人がやりたいポジションも分かってきた気がしますそれは前回の漫画であったり今回の洋服とか見せ方僕はそういうふうに見ましたねで顕著なところ僕これ注目ポイント同じ形の色のスカートを何枚も持っていたんですそれをさりげなく見せてましたでこれなぜ注目ポイントかというと 自分の見せたい体の長所短所をよく理解して探究しているってことの裏付けになると思いますね。なのであ、ジャストの洋服であったりボトムスカートですよねそういうのが自分で見つかったと思ったらその型っていうのが重要で次はカラーバリエーションそして体のしなり方というところに自分にアジャストしていくものを洋服でも見せていこうっていうところそこに気配りがあるという感じですよ。これは他の研修生になないいわけけじゃないけども アピールポイントとして持ってきたのは面白かったかなっていうふうにそういうふうに思いました。ね、であとね、えー、と着ていたロング T シャツの丈の位置やあの設置設置というか多分手で、えー、持ってるんですけどカメラの位置にも随所にその体本人のところのベストを見せようっていうのは垣いま見れてましたよ。多分あれ家族が撮影してんだと思いますけどね。 で娘の長所そうであればね親であれば娘の長所を何ていうか導き,導き出す引き出すナイスアングルだったと思います、ね、あとウィゴーというブランドがお気に入りということで、ね、ウィゴー知ってますよいいカジュアルないいセンスですよね品もあるしあの砕けすぎないしで少しでも可愛くおしゃれになるように頑張っていますっていう頑張りが伝わってきました久保田今回超良かったってことです あじゃあ続いていきましょう、えー、2年前から集めているもの文房具で1つずつ使い心地が違うので自分に合ったものを見つけたくて集め始めたというねパーフェクトな動機つまり文房具を集めているということですね可愛いいものがあるとすぐに買ってしまい増えてきたということです、ね、一番のお気に入りは水星のカラーペンで過去のミスからインクが飛び出して っていううこととなんだと思うんだ思ですけど筆箱やペンが使えなくなったので、えー、このペンはそれがなくて、えー、素晴らしいということを言ってましたね。<laughs> でブランドまで分かんなかったんですけどちょっとアップで見たんですけどでも、まあ、ノックされずペン先が細くあまりにじまないのでおすすめということで、えー、他のコレクションも女の子らしく可愛いそんな感じでした。ね まあこれは愛されますよ。なぜかというと、前時代方位。文房具集めたといっても、おっさん連中の中で、ちゃんとリアリティが浮かぶということでございます。うんふんうんふんっておかしいけど。<laughs> そんな感じでした。はい、じゃあ続いていきましょう。山田いちご。どんな感じだったか。ね、口調がおかしかったです。ね、あれ、幼稚園時代から集めてるミニチュア消しゴムを紹介するということだったんで、幼稚園感出したんでしょうね。それは可愛かったですね。 できっかけはおじいちゃんと行った100円ショップで、えっと、分解して遊んでいたら楽しくてハまり今に至るとでおすすめはヨーヨーで、まあ、使える実際にも使えるとで最後は猫を出してちょっとなんか釣り上げみたいな感じだったんですけどでそれで本人なりのイチゴなりの可愛い世界観はアピールしていたそういう風に受け取れました、はい、よかったですねじゃあ続いていきましょうさあ中山夏目 高山夏目、ね、新日の日内藤選手が好き何回か前にも言ってましたね内藤選手好きということで,でプロレスを好きになったきっかけの話もしてましたでお父さんでプロレスとアイドルの共通点を見つけたそれはエンターテインメント勝った負けたじゃなく楽しませることを中心としていると、えー、これここいいですよねで僕ここ共感得てて思いっきり100パー同意で僕の場合プロレスより野球だったんですけどお父さん きっかけ当然まあ、ありましたでエンターテイメント野球もエンターテイメントよく言うんです「ハロー」と「プロレス」と「野球」これ実は相性いいんですねなので中山夏目ねずっと気にはなってはいるけどもう感受性的に近いなってことを確認するそんな回だったっすねであと T シャツやグッズも紹介してて、えっと、最前列で応援したいとのことね ね、このグッズ紹介でしたの時には最後になんか決め台リフを言ってたんですけどそれちょっと何かわからなかったですねまあ最前列なんていうねこのオタキシツバリバリですねまあ夏目引き続き注目って感じですねで宮本かりん当時の思い出を語ってますね、えー、と提出物を相手に向けて提出など称号だけでちゃんと学べた もかりんを振り返るとか小号ですから9歳10歳ですからもう言ってることが他の子たちとかとなんか、うん、言い分が違うこれは当然もう本当に子どもの時に入ってきてるからよくそこを覚えていたっていうことだけで素晴らしいなと思います、ね、であと2008年の画像で「大きな愛でもてなして」が好きっていうのを、ね、言ってる場面も動画で出てきましたね「で笑顔の可愛い人になりたいです」っていうね なってますなってます何種類も笑顔かわいい <laughs> なってますねで思い立ったらキシデッセイ「岸ですせ」便利な曲ですねそれをカバーしてるバージョンが少し流れて、えー、まあ昔のカリン画像をとにかく連鎖していく感じですで本人お話はツンクさんに緊張したと注意くるくらいちゃんとあ注意されるくらいちゃんと挨拶ができなかったってこともお話してましたねであと小峰桃子と歌っている「ズキュンラブミニモニ」ですねもう流れていました ねももか何してんだろうねまあここで今流されるとも思ってなかったでしょうそういうような画像のシーンでねであとは研修生の今の子にアドバイス今の自分を未来の自分が振り返ってああもっとできたのになって後悔しちゃう自分じゃないように頑張れたら素敵だよと、うん、で悩んじゃう時は頼りない先輩だけど相談してほしいとこれカりんが言ってんのいいですね あれ思ったのはこれなかなかできないだろうけどここは真に受けて俺研修生だったら仮にに相談しに行くね今行ったら、うん、ちょっと1個抜けると思うけどそんな流れなのかそうしてほしいやつが続くのか分かりませんけど次です、ね、長野県出身の為永は開運グッズということで開運グッズ紹介に入ります。 で長野県の善光寺さんにお参りに行ったのがきっかけでどんな時も花見離さず持っている開運グッズということですね。でレッ,スンダメだの俺レッスンや研修生発表会本番にも祈りつつ持っているということでかなりプレイヤーですね。うん、なんか俺にためながらやっぱ一個ずつ一個ずつこの本人してないギリギリのところのきれいな差別ができてる感じがして。 いいちいち刺さりますね、うん、そんなこと確認したシーンだったっすね。で「エコー柱のお守り」というのがあるらしく特にお気に入りで7年間ご利益はもらえるということなんですね。で彼女は改めてだけどこれちょっと気づきがあったんだよあの。なぜ改めて言うかということを今から説明するとそういう話してる時の定位置とかで口の位置特に上唇の形かなでここに神経が行き届いていて意識していると思うのよ。 でなんかみ右手小指になんかアクセントちょっとつけてたこれが何なのかわからないであとブレスレットもしてるんだけど些細な小小物がが最小限でででで可愛く見せるるこことができてるっすすねこれですねれ良かた目の表情に気をつけてるっていうのはちょっと前から気づいてたんだけどもう表情全方位あと小物全方位にも入ってきてるんで。 うんここは他の研修生も参考にしなくてもいいけども神経が行き届いているっていうところはあ見習っても面白いのかなと思いましたそんな感じかなで石栗かがみに行きます木彫りのクマコレクションおじいちゃんの家にあって遊んでいたのがきっかけ世界日本各地からお土産としてたくさん買ってきてくれたとで今は私が保護しているそうですでロシアの動くクマを嬉しそうに紹介してましたなんかこの木彫りなんですけどねアクションがあるやつですね で特,に特にお気に入りはポタッとのことで、ね、表情が柔らかく丸いフォルムが、えー、素敵で癒されるー北海道に来ることがあったらお気に入りの木彫りの熊を見つけてほしいという話でした、ね、えさりげないアプローチですねまあそんな感じだったかな こういうような研修生コレクションを発表し少しずつ本人にアピールする時間を与えるというようなのが今回の「春どり」の中核であったのかななんて感じますね。でここって音でわからないところで音感本人たちの表現っていうのが少し見えないなと思ったら一個間違いで、ね、やっぱり間の作り方ですよねそれと表情の切り方これは MC とかで使える素養だと思うんですよ。 ここをおそらく学ばせているというかレッスンさせて確認させているそういうようなことなのかなって感じましたよくハロコンとかねコンサートでもそうですよね研修生の、えー、と実力診断ではなくても普段のなんだっけ発表会とかでもこういうようなピックアップされるシーンというのはたくさん見ていると思うんですよまあ、皆さんも記憶あると思うんですよだからそこ対応の課題というんですかね そういうういいいのががここでクリアされていってっるような気ししましたじゃあ続いて本日の最後のところ行きましょう、えー、と研修生の子たちが今日は今回は8人ですねがあのズームライブ的なといつも言ってますけどそれで曲を披露してました曲は「女の園」と,えー、と「椿の初恋サンライズ」でしたねでまず「女の園」がどんな感じだったか説明していきましょう 4分割ねいつも通り4分割で、えっと、画面上左上から山田中山平山西村という感じでした、ね、で前から思ってたんですけどこれ鏡ね鏡見ている位置がガチ練習動画じゃないですかだからほとんどのメンバー後ろ背中見ちゃってんですよねなんかこの横の顔もあるけど背中が多いかな ねえこれは何でなんだろうなと思ったんだが山田とかは春ロドの最初の頃の時と同じ衣装というか練習着なんでめ撮りなんだろうねそれを今何らかの理由で小出しに出してるのかなって思いました、ね、えで正面向いてるメンバーかろうじて平山のみ、ね、あとねこれ気付いたんだけど、うん、あのダンスを確認する時に山田と西村を使っている鏡のサイズが 横が狭いのさでこれ平山はアングル的にどれぐらいの鏡のサイズを使ってるか分かんなかったんだけどあれだとねた縦縦はカバーできてもこう手を広げた時とかの手先や角度全体のフォルムが確認できないと思うんですよね。うんこれはね僕が親ならあの直ちに買い替えるうんで。あと西村だけ靴履いてたんですよ。 前のハードドリとかでもこれってメンバー分かれてるんですけど、まあ、僕は練習でも最低限靴は履いてフローリングでやるべきだと思いますね理由は本番に近い環境をどれだけ多く経験したかでこれが結局最後につながる技術の自分の中のルーティン架け橋ねそういうのつながってくるんですよねでそうだと思いますもうめちゃくちゃかもしれないけど僕なら衣装まで着て ね、やりますよそう,いう趣旨そういう趣旨でうーんレれとは言われてないでしょうけどでもそんなこと思いましたねえさあせんもなんかうっさくてじゃ <laughs> 続いていきましょう、えー、と2曲目は「椿ファクトリーの初恋サンライズ」でメンバー変わります画面上は左上から久保田田目永北原橋田ですねでランニングマシンまで映り,り込みを見せていたのがね あの鏡のサイズとかも含めてこれもクボタがずば抜けてましただから今回クボタ僕大将棋だと思いますねうん意識高いでこの靴履いてんのもクボタだけだしためながらちょっと足元見えなかったから分かんないですけどこのジャンプした時の着地音から聞くと一つしか聞こえなかったんで靴の音がね多分クボタだけだと思いますわ この1年は技術ってより普段の意識が垣間見れるのが面白かったなと曲のアジャストとか練習がどうこうってより日常の意識だと思うんですよそれが部屋を映させているところの我々が読み解かなければいけない一つのワード大きいワードなんじゃないのかなと最近の腹取り見てて思ったっていう話です。ね、まあ面白かったですね今回もね。 でもし皆さん違う角度で当然見てると思うんでこういう国をみたいな角度っていう見方っていうのも一つ考え方してあるななんていうのがこれで理解深まってくれたらいいんじゃないかなとそんなこと思ってるのが僕の動画ですで次回の春撮「ハるドり」は研修生たちの個性が大爆発新たな一面が次々と明らかに先輩メンバーの秘蔵映像もということでしたでその先輩メンバーというのは竹内あかり竹ちゃんそして、えー、と松永利あ ヤフふぞですね。<laughs> 出てくるということで。ちょっとヤフぞい意味深なこと言ってましたので、その辺どんな感じかっての来週も見逃せないぞ。それがハロードリだぞという感じだったと思います。ではまた、平日の夜でございますけれども、皆さん、ハローのいろんな活動、いろんな映像なんていうのを読み直す、そんなひとときを過ごしてみるのも良いのではないでしょうか。またお会いしましょう。クニョーチャンネル、登録もいつも通りよろしくね。じゃあまたね。